はようございます。本日はフォアハンドストロークの回転をかけるっていうところですね、やっていきますんでよろしくお願いします。まだまだかかりますんで、一般愛好家のフォアハンドストロークとかって見てると一部ね、すげえもうかかってる 人とかもいるし、まあ相当レベルが上がればみんなかかってるんですけど、やっぱり、ね、直線的なボールが多くなってるなっていう印象がありますので、そこをですね、スピードはそのまま、回転量でしっかりボールがフェッてお辞儀してくれるようにっていうね、そういうフォアハンドを目指して頑張っていきましょう。で、まずラケットが早く動けば回転かかるんですけど、当たるときに動いてないとダメなわけですね。当たるときに。ちょっと一挙お願いします。こうね、すげえ頑張って振って、パーンって当たった後にグリッてやっても、これはもちろん回転かかんないわけですね。なので、当たるときに、もう、ぴゃって動いてると。うん。もうね、動いてる。で、このラケットが動いてる要素は何なのかっていうところなんですけど、ラケットが動いてる要素は手のね、回線ですので、こっち。手首をね、こうやって動かして、こう、ね、ラケット持ち上げてとか、あと腕をこう持ち上げてとかではなくて、こうね、回旋する動作。だ腕そんなに動いてないです。回ってるだけで。で、この当たるときに回旋してれば、回転はかかるっていう、そういうシステムになってますので、まずやるのはですね、まあ、手伸ばしておいて、伸ばしていただいて、後ろですね。後ろ。で、これ最終的なフォームじゃないの。で、後ろにあるラケットで、体こっち側じゃないですね。こっち側ですね。こっち側。で、ここから手が前に出てくると、ラケットはね、重さがあるので遅れますよと。で、遅れました。この遅れたのを戻すっていうのが、これ回旋です。遅れるのはね、回旋動作ですので。遅れるっていうのは、こっから、この回旋がない状態で遅れるっていうのは、こうなっちゃいますんでね。遅れるってなると、こう回旋必ず入ってくると。で、振り始めて、大体の人がですね、振り始めて遅れ始めたらすぐそれを戻すっていうぐらいのタイミングで、打った方がいいです。こうね、遅れ始めたらすぐ戻すと。すぐ戻す。だ初動をゆっくり、ここから初動をゆっくり持ってきたらね、すぐ戻してあげる。で、腕はそんなに上げなくていいです。上げなくていいです。腕はもう低いところにずっとあっていいです。意図的に上げない。ただし、ちょっと高いだって、ね。意図的に上げないんですけど、打点が高くなればそれに合わせて高いところ打たなきゃいけなくなるので、まあ、そう、合わせる程度の移動はありますけど、手を早く動かすことで回転をかけるっていうのとはこれも全然違いますので、あくまでこの回旋ですね、回旋動作、ね、この回旋動作振り始めたら、ね、すぐ戻す。で、戻してキュッと止める、ね、ラスト。なのでまずここからスタート、ここからスタート。で、ここからスタートで、伸ばしたまま、打っていくと。で、これもね、全力じゃなくていいです。この左手も別に、まあ、フルシカトでいいので。こう、ゆっくりスタート。初動はゆっくり。ゆっくりスタートで、当たった時に、当たる時に、しっかりこの形、作れるかどうかね。で、これね、結構辛いと思うんですよ。きついと思うんですね。これまだ打球感を得るための練習ですので、実際こんなフォームで打ちましょうって話じゃないですね。ペッてこう。あ、これでこんなに飛ぶんだなっていうのが分かってくると、それをテイクバックからですよっていう風になってくるとですね、フォロースルーもつけてって、こうなってくると、無駄な力もなく、自然といけますので、なのでまずはここからスタートして、待ってここで止めてあげる。
で今度はねテイクバックを整えてあげるっていうことが必要になってくるんですけど、左手で右側に持ってきますね。体横の方にセットして、でその際にこう体とまっすぐ、体からまっすぐ腕が伸びてるような状態になると、これねちょっと力入りづらいんですよね。 ここから動かすっていうのはね、結構力動かしづらい、まず手が動かしづらいです。で力入りづらいです。でそうなってくると、体と反動をつけて振るっていうことが多くなってきて、回すだけだったらいいんですけど、結構ねよく見るのがやっぱりこう入ってきちゃう、手を動かすために体こう入ってきちゃうってなってくると、まあ、前傾になってややこしくなります。なのでテイクバックして、ここではなくてですね、ちょっとねちょっとね前目に持ってきます。前目で前目に持ってきて、そこから振ってってあげる。これね、これ良くない例ですね。これ良くない例です。もうちょっと前目に持ってきてあげて、ただ肘はね伸ばしたままでいいですからね。伸ばしたまま、ラスト、で今度ですね、テイクバックからこのスイングの感覚つかめてきましたら、テイクバックをですねもうちょっとコンパクトにしていくわけですね。さすがにこれねちょっと大きいのでここにねちょっとまあ大きなボールがあると思って、ね、本当はあのボール用意すればよかったんですけど、ちょっとないんで、ここに大きなボールがあると思ってボールをねちょっと囲むような感じ、まあ、左手はまっすぐなんですけど、右手はねボールをちょっと抱きかかえるような感じになってくれるといいかなと。でここにボールがある状態であると、ね、ここに円があるので多分ねあんまこうはならないんですよね。抱きかかえる、ね、こっち側そうで、少しこうか懐をちょっと丸めるような、もうちょっとこうねというようなイメージで打ってってあげると、向きね、これとは違いますよね、これとはね。そうでこれもですね、ここからただね手を前出すだけ、ただ手を前出すだけっていうイメージで言ってもらいたいんですね。こっから一回助走距離を取って一回反動をつけてとかではなくて、ここからただ手を前出すだけでもラケットの遅れが反動になってプッて戻ってくれますので、遅れを反動にさせる、自分の動作で反動をつけないっていうところがねすごく大事になってきます。で実際はここからこう出すっていうつもりでも、もうね人間物足りなさに打ち勝てませんので、これ、ね、すごく物足りないんですよね。不安感がつきまとうので、ちょっと勢いをお願いします。実際ね、ここからこうやると、ね、飛びはしないんで、ね、飛ばないんですよね。なので、ここから出すだけと思って振っても一回ですね、このねゆっくりここでねこっち側伸びてきますんで、こっち側に伸びてってくる。ただ意識的にはここから前で出てるだけで、無意識のうちにちょっと後ろに入ってくる。でこれはねこのぐらいの伸び具合だったらね全然問題ありませんので、こっからこのぐらいの伸び、これがこう入ってきましたとかですね、この上腕部分止まってる状態でこう来てるぐらいだったら全然 OK なんですけど、この上腕の位置が動いてますとかですね、あとはラケットが後ろに行っちゃってますとか、ね、まあ上腕動いてないんだけどラケット後ろ行っちゃってますとか、ね、ってなってくると非常に問題かなと。なのでこうちょっと曲がってる状態で
こう伸びてくるぐらい、ここを固定された状態で伸びてくるぐらいで振っていくっていう動作にしたいので、そうするためにはこっからただ前に出すだけで飛ばすっていうのの打球感を再現するぐらいがねちょうどいいと。ですので、まあここら辺はまあ、人に見てもらったり、まあ、自分でちょっと動画撮って見たりとかしながらですね、確認されるといいかなと思うんで、振っていく中でちょっと気をつけていただく点として、ずっとね開けっぱなし、脇の開けっぱなしです ね、 これね、いい球いってもちょっとこれだと後々ミスする要素が入ってきますん で、 このグッとこう開けて、で力の入れどころをこっち側で力入れるとね比較的開けやすいですね。で腕全体で力入れちゃうと、力入れて止めるってやっちゃうと、こうちょっとこういう要素が入ってきますので、もう意識するのはねいつも手です。手っていうか指先というか手のひらというか、そうなので、まあ ここ固めてここだけで打ってるっていう感覚があった方がフォアはねここ開いていい感じになると思いますんで、っていう感じでですね、まあここからスタートしてこうやってこうやって、で段階を経て回転かかる打球感っていうのを、まあ、感じ取れるように何回も練習してくると、自分のフォームも変わっていくし、テニスに対する感覚がね全然変わってくるっていうのが、そこが上達になってきますんで、まあ、ぜひね試してみてください。はい、じゃあ今日以上になります。ありがとうございました。